山田です。はい、ドイツから帰って1日経ちました。なんですが、この動画を撮った翌日にはですね、もう、岩手の方に、また行くことになります。なんか今年の上半期、あ、もう7月だから上半期って言わないのかな？なんか知らないけどね、旅行行きがちでしたね。うん、すごく多かった遠征が。まあ、長時間のフライトはちょっと僕もね、嫌なんですけれども、どっかね、別の地域に行くっていうのは基本的には好きなので、個人的には楽しんでいる感じなんですけれども、まあ、遠征している間にですね、また発表ありましたね。ツイッターの方ではですね、僕軽くなのリツイートとか、そういうのさせていただいたんですが、ポケモン GO で、アーマードミュウツー。はい、これの実装がやはり確定になりました。まあ僕のね、この山田チャンネルの方で、まあ、アーマードミュウツーがおそらく来るんじゃねえのと、こんな感じで来るんじゃねえの、夏なんじゃねえのみたいなお話をしていたんですが、まあ予想通りみたいな、そんな感じでしたね。ということでですね、そのアーマードミュウツーなんですが、まあ現状ですね、公式サイトに載っている画像、および公式の YouTube の動画、あとは、過去のですね、ミュウツーのデータ、これらから、推測できるアーマードミュウツーの仕様についてっていうところがね、お話できるんですね。今回はですね、それを元に対策ポケモン、どんな奴らで、アーマードミュウツーと戦えばいいのか、こういったものを少しお話ししていこうと思います。まずは、今わかるミュウツーのデータについてです。はい、まずはですね、今回のこの発表になっている段階の、アーマードミュウツーについての情報を少し見ていきましょう。イベント開催日時とかもね、ここで一応お伝えしていこうと思います。2019年7月の11日木曜日の早朝5時から8月の1日の木曜日朝5時まで。はい。これ1日の木曜日5時って書いてあるんですけれども、基本的にはですね、5時っていうのはですね、レイドバトルがですね、出始めるタイミングなんですけども、今まで通りならばおそらくここ出ないんじゃないかな。つまり実質、前日ですね、7月の31かな。までしか基本的にはミュウツーはプレイできないと思っておいてください。20日間ということで、通常のレイドバトルがだいたい1ヶ月サイクルなので、それよりはちょっと短いけれども、最近の復刻祭りよりは長いと。まあ、20日間あれば正直ですね、まあ、皆さん全くやれないってことは、ないんじゃないでしょうか。ということでですね、アーマードミュウツーしっかりゲットしていっていただきたいんですけれども、アーマードミュウツー対策。はい、対策は普通のミュウツーと同じになるんじゃないかというふうに思われます。タイプなんですよね。いや、ミュウツーだから、普通に、エスパーだろうと、思う方いらっしゃると思います。で、まあ、結果としてはもちろんね、ミュウツーエスパータイプに、なっているんですが、こう、いろんな方のですね、憶測というか、事前にですね、アーマードミュウツーっていうものを、こう、聞いた時に、やっぱり思うのは、アーマーがそのポケモンに対して何か影響を及ぼさないのかと。まあ、言ってしまえば、本来のミュウツーはエスパータイプですけど、例えば、鋼でできたアーマーだったら、鋼を、こう、タイプとして付与されてんじゃないか。みたいなことをね、考える方がいらっしゃったんですが、レイドバトルのですね、実際に戦っている映像というものが、ゲーム内のお知らせから飛べる動画か。はい、動画の方に行けるんですけど、この中でミュウツーがエスパータイプしか映っていませんでした。なので、この動画から変わらないのであれば、ミュウツーはエスパータイプだけだと思います。ただし、個人的にはですね、100% だとは思ってません。どういうことかというと、告知用の動画、画像ですよね。っていうものが出してから、実際にその反映されるまでですよね。実際にそれが出てくるまでの間に期間があるわけですよね。また、こういった映像っていうのは、そのもう出す、例えば直前に作ったかと言われればちょっとわからないんですよ。なので、告知用の動画と実際のこの文、内容、若干の差異がある可能性は、ありますというふうに、個人的には思っております。まあ、過去にもね、確かそんな感じのことあったんだよね。映像と、あれ、なんかちょっと違くないみたいな、ことはね、昔あったので。はい。で、そんなミュウツーなんですが、動画の中でですね、冷凍ビームと10万ボルト、これらを使ってきていることが判明してきています。これまでに実装されていたミュウツーの技を少し見ていきましょう。はい、こちらですね。ミュウツー通常攻撃、技1と言われるところはサイコカッターと念力。技2がですね、サイコキネシス気合玉10万ボルト冷凍ビーム火炎放射ということで、5種類覚えるんですね。で、下にシャドーボルト破壊光線っていう2種類の技があるんですけども、この2つはですね、いわゆるレガシー技、今は覚えることができない技なんですね。ミュウツーが実装された当初は、この2つの技を覚えることはできましたが、今後この技は覚えなくなって代わりに何か追加になりますよってアナウンスがあって、その後、今、この仕様になっています。まあ、これは余談なんですが、ミュウツーはですね、基本的にその、シャドーボールを覚えているミュウツーが、まあ、強いというふうに、されています。なので、もしもね、手持ちの中にですね、昔のミュウツーでシャドーボールを持っている方、持っているミュウツーがいたら、皆さんは絶対確保。個体値が高かったら、つか、まあ、高くなくても、強化してあげてもいいかもしれません。で、そんなミュウツーなんですが、まあ、エスパータイプ単体なので、はい、こちら見てください。弱点となるのが、虫ゴー
スト悪ですね。で、軽減するのが格闘とエスパーです。はい、そして、ね、画面ですよね。ゲーム内の画像で、こう、アーマードミュウツーがですね、レイドバトルの時とゲットチャレンジの両方で姿が違うことが、判明しています。で、一個、結構注目すべき点がですね、よいしょ、見てください。レイドの時にですね、ミュウツーの CP がピリピリピシャッと止まる瞬間の映像が出てるんですが、このアーマードミュウツー、バトル中の CP が49,430なんですね。で、ここにちょうどですね、ゲームイズのこのページにも表になってるんですけども、今回のアーマードミュウツーの CP っていうのは、ミュウツーが EX レイドで実装されていた頃と同じ数字なんですね。その後、星5のですね、まあ、普通のレイドで出ますよというところで、出てきたミュウツーが65,400っていう感じになっていました。で、これがですね、EX とその後のミュウツーっていうのは、種族値の変更は確か行われてなかったかな。で、今回の、ミュウツー、昔の EX レイドの方ということで、ゲットチャレンジの時の強さがもしかしたらその EX の時と同じになるかもしれません。ただこれちょっとわかんないんですよね。戻って実装されてゲットチャレンジってことが今まで起きたことがないので、どういう数値になるのか正直わかりません。そもそもの CP っていうのは、そのポケモンの本来の強さをいろんな計算式に当てはめて、こう数値化されているんですけれども、CP の計算式の変更っていうものが以前行われました。今までだったらヒットポイントとか攻撃が高くて防御はあんまり影響ないみたいな感じだったんですけども、そこの数値も入れ替わっていて、それぞれちょっとずつですね、こう調整されたんですよ。なので、マジでわかんないです。もしかしたら弱いかもしれませんという話ですね。まあ、ここの、まあ、他の憶測。考えうる可能性の話なんですけども、映画の方の、アーマードミュウツーっていうのは、昔のね、劇場版を基準に考えると、ミュウツーの力を抑制するために、こう、つけられているんですね。まあ、なので、もしも原作の映画の通りのアーマーのこう効果を、持っているとするならば、ミュウツーの攻撃力を抑えられている可能性はあるんですね。つまり、攻撃の種族値を下げていると。ただ、そうなってくると、昔の、EX レイドのミュウツーと CP が同じなのって、はてなってなるわけですよね。だって、さっきも言ったように CP っていうのは種族値を元にこう計算されているわけなんですよね。で、もしも攻撃の種族値だけを勝手にこうスッと下げられてたら、この CP も下がってなきゃおかしいわけですよね。うん、おかしいのに、昔の方の EX のミュウツーと同じということは、数値は大体同じになってるってことなんですよ。つまり、アーマードミュウツーがもしも攻撃の種族値が下げられるような仕様だった場合、他のステータス、つまりヒットポイントや防御が上げられてる可能性があるんですね。耐久値を上げさせる代わりに火力を抑える。まあ、扱いやすくする。そういう仕様になってる可能性はありますので、もしかしたら本来のミュウツーがいて、こっちのミュウツーは攻撃が下げられて、損壊耐久値が上げられているという可能性はあります。はい。ただ、これに関してはね、ほんと、あくまで可能性の話なので、実際に蓋を開けてみるまではまだわかりません。ということで、個人的にはですね、木曜日11日が非常に楽しみです。あと、こちらですね、ミュウツーのイベントが開催されると、このミュウツー関連のアバターですよね、っていうのが出てくると思います。思いますよね、出てきます。これがどんな感じなのかちょっとわかんないんですけども、もしかしたらアーマーとかね、ヘッドギア的なやつが手に入るのかもしれません。そんな、アーマードミュウツーがね、登場する映画がですね、12日ですね、7月の12日。ということで、この映画劇場公開の前日からアーマードミュウツーがポケモン GO で実装ということになっています。それではですね、そんなアーマードミュウツーとバトルするために一体どんなポケモンを揃えればいいのか、こちらをちょっと見ていきましょう。ミュウツーはエスパータイプなので、まあ、エスパー単体のですね、例えばこの前までやっていたクレセリアとか、はい、あれと対策ポケモンはね、ほぼ同じになります。見ていきましょう。はい。これがコンボ DPS が高い、ポケモンたちが上から並んでいます。また、ゲンガーが上位を占めていますね。はい。まあ、エスパータイプに対してですね、やっぱりゴーストで、付きたいという方多いと思います。てか、ゴーストで、かつ、攻撃の種族値が高いというところで、ゲンガーがね、やっぱりランクインしてくるんですよね。で、ゲンガーは技構成いろいろありますね。昔覚えたやつ、今覚えられないやつとかね、こう、結構そのコンボ DPS の差が出てきます。一番いいのが下で舐めるシャドーボール。で、次がシャドークロー、シャドーボール。でもコンボ DPS がですね、もう 24.54 から 23.66 結構落ちてきてますね。で、次が、不意打ちシャドーボール。たたりめシャドーボールということで、とりあえずシャドーボールを覚えていて、技位置がよりスピーディーに、より威力が高い、技が出てくる、ゲンガーの方がいいよということですね。なんですが、今のその言ったゲンガーっていうのはですね、耐久がものすごく低いです。ぶっちゃけ、これに星の砂と
飴をもうどれだけかけられるかって結構難しい問題だと思うんですよね。ゲンガーを除くとですね、伝説であるギラティナ、かっこオリジンフォルムのシャドウクローシャドウボール、これが、非常に、火力があります。かつ、オリジンフォルムですね、耐久力も高いんですね。で、ギラティナっていうのは、まあ皆様ご存知の通り、ドラゴンとゴーストになるんですね。で、まあ、伝説ポケモンというところって、まあ、こいつ、やっぱ耐久高いんですよ。うん、種族値もそもそも高い。ということで、もしもオリジンフォルムのギラティナがいる方は、一旦こいつは育ててあげてもいいと思います。あとは、まあ、ジュペッタ、マニューラ、あ、ミュウツーね、そう、ミュウツーにミュウツー当てるっていうのは全然ありなんですよね。なぜならば、昔のミュウツーならば、シャドーボールを当てることができるから。はい、エスパーに対してゴーストつけますよね。で、あとは、アブソル、あ、バンギですね。はい。バンギラス、ドン、カラス、カイロス、ハッサム、フーディン、レクーザ。はい。レクーザに関しては、単純にドラゴンタイプとして、タイプ一致で、火力があるっていう、で、弱点じゃない、関係なしの、もう強さですね。で、カイロス、ハッサム、まあ、この辺はですね、虫ですね、虫で弱点ついてあげる感じなんですが、まあ、彼らもですね、そこまで耐久は高くはないんですよね。もう、下にいる奴らはね、耐久って、感じなんですよね。なんか知らないんですけど、エスパータイプですよね。対エスパーで戦える、こう、対策ポケモンって耐久低めの奴らが多いんですよね。なので、こう、揃えたのに全滅結局しちゃう、みたいな、ことはあります。まあ、全滅しても、もう一回ね、回復させて、再突入してあげれば、全然問題はないんですけれども、基本的にはですね、まあ、上にいる奴ら、ゲンガーとか、ギラティナ、ジュペッタ、マニューラ、ミュウツー、まあ、この辺使ってあげましょう。まあ、攻略に関してはまとめると、火力面での最適は下で舐めるシャドーボールのゲンガーです。他のゲンガーも優秀なので、ゲンガー艦隊が作れる方は作ってみてもいいと思います。ただし、一極集中で作るコスト、かけられない。飴が足りない。星の砂もそれ一体フル強化するのが足りない。という方は、他のですね、ギラティナ。まあ、ギラティナもね、不思議なね、飴が必要だったりするんですけど、まあ、ギラティナ、ジペッタ、マニューラ、昔からいた方のミュウツーやアブソル。こういったやつらをですね、まあ、織り混ぜてあげて、あ、まあ、バンギラスかな。でもまあ、バンギいいよね。結構レイドで、たくさん持ってるって方普通にいると思いますので、こういったポケモンたちを混ぜてあげて、まずは覗きましょう。ただですね、ミュウツーはめちゃめちゃ強いです。耐久もですね、普通に高いんですよね。少人数クリアっていうのがちょっとしにくいポケモンではあるので、自身のですね、お手持ちのポケモンの中で最も火力が出る編成を実際に作っていきましょう。で、これ個人的にはですね、ちょっとミュウツー、今回のアーマードミュウツーは、まあ、ガチるべきか否かっていうのは正直性能次第です。他のですね、従来の今まで出てきていたミュウツーっていうのもめちゃめちゃ強いんですが、レイドバトルとか、あとは、要はその PVP とか、そういったところで活躍するかと言われれば、まあ、ズバ抜けた強さってわけでは今ないところに来てるんですね。まあ、正直、まあ、ここ何ヶ月かのレイドバトルでミュウツー使ってないよって方多いと思います。まあ、でも強いっていうね、万能型の、まあ、極みみたいな、そういったポケモンなんですよね。攻撃の種族値が高いし。なので、それと全く、ステータスが、種族値が変わらないならば、もう絶対いけませんみたいな感じじゃないんですが、まあ、かっこいいよね。つうか、ミュウツーって何も言われなくてもみんな厳選したいよね。うん、っていうところがあるので、まあ皆様、絶対ね、まあ僕もそうなんですけど、やっちゃいますよね。で、もう一個ちょっと、これはね、覚えておいていただきたいんですけれども、アーマードミュウツーはですね、いわゆる、こう、フォルムがちょっと特殊なポケモンなわけですよね。よくあるのはピカチュウ、いろんなコスチュームピカチュウいるんですけども、こういった、ちょっとですね、見た目が違う、そのポケモンっていうのを、まあポケモン GO さん、ナイアンティックさん今までよくやってきてるんですけども、今回のこのアーマードミュウツーもですね、今後もアーマードミュウツーが手に入るかどうかわかんないんですよ。この20日間しか手に入らない可能性ありますので、ゲットはしておきましょう。で、図鑑の方にですね、こいつをちゃんと登録させておくっていうのマジ大事だと思います。ということで、アーマードミュウツー、皆様、やっていきましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまだの Twitter、Instagram ございますので、よかったらフォローお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。